ウラジーミル・プーチン大統領のすぐ後ろの軍帽を被った人物がトロシェフ・ゲンナジー・ニコライ・ビーチトロシェフはロシアの軍人、政治家ロシア連邦大統領顧問大将、ロシア連邦英雄ドイツ・ベルリンに生まれるモスクワ土地開発技師大学を卒業した後1969年火山高等式戦車学校を卒業1976年 アールヤーン、マリノフスキー名称総甲戦車兵軍事アカデミーを卒業。1988年、ソ連軍参謀本部軍事アカデミー卒業。戦車部隊に勤務し、ドイツ中流ソ連軍の第10戦車師団長、北カフカーズ軍管区の第42軍団長を歴任。1995年から1997年、北カフカーズ軍管区の 第58軍司令官となり、第1次チェチェン戦争で統合軍集団を指揮した。1997年7月、北カフカーズ軍管区副司令官となり、同年8月から在ダゲスタン連邦軍集団、後に在北、カフカーズ連邦軍集団、ボストーク集団を指揮。2000年1月、同管区第一副司令官、同年4月から6月、在北、 カフカーズ統合連邦軍集団司令官、同年5月から2002年12月、同管区司令官。2003年2月、大統領顧問に任命され、連邦管区大統領全県代表機構の活動の調整を担当した。2004年3月30日、大統領顧問に再任。2008年9月14日に、ペルミ州ペルミ空港に向けて、 着陸侵入中のアエルフロートノルドのボーイング737型機が墜落し死去した。結婚し、二人の娘あり、釣りとギターが趣味。国家財団、社会承認保護者会議、独立組織、市民社会、法保護、立法、司法機関協力国家市民委員会の共同議長。ダゲスタンとチェチェンでの対テロ作戦に対して、ロシア連邦英雄称号を受賞。 三党、ソ連軍における祖国への奉仕に対する勲章、人民友好勲章、武勲に対する勲章、ロシア国家の強化に対するピョートル大帝勲章等を受章、金名誉称号、社会承認、名誉称号、経済の金の盾称号を有する。その外、国際財団から地球上の善の増大に対する、ニコライ・チュドトボレツ勲章を受章、エーブイスボーロフ賞、 GK15 不を受賞。ありがとうございます。